とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、新しく、金装備、入手しました。これです。はい。トゥルースシーカー、パワー251、金色、です。どうだろうか。金スキルが、攻撃速度が上昇する凶暴化だね。これのレベル3がついてます。かなり発動率は悪くないと思う。で、エンチャントに、重力、爆発、輝き。重力で集めて、この効果力の一撃でガシガシ倒して、後ろのやつも爆発で倒していくと。そういう感じだね。実際のところ、攻撃速度が上がると、多分手がつけられないぐらい強くなるんじゃないの？まあまあ、とりあえず、どんな感じなのか、行ってみましょう。ラスボスのとこ行こうかな。ここのプラス25、行きます。では、行きましょう。ブーツいらないね。ブーツいらない。なんかソウル系のやつ入れたがいいのかな。いや、違うな。ソウル系は別にいらない。愛のメダルとかどうだろうか。愛のメダル。ちょっと卑怯臭いかもしれんけど。愛のメダルで、生贄を向かわせて、おい！その生贄にある程度倒してきてもらうという。待て！よっしゃ、OK！オッケー、凶暴が入った。凶暴が入ると強いぞ。凶暴が入ると、もう手がつけられんぐらい強くなる。けど、多勢に無勢っていうやつだね。いけ。あはは、愛のメダル、無難に強いな。本当に。めちゃくちゃ強い。俺の出番はないぐらい強い。いけ！ナイス！すげえ攻撃力上がるよね。よし。いけ。やば！大丈夫。あ、やっぱ重力で爆発があるってめちゃくちゃいいね。まあ、今回のこのラスボスのところは、敵が少なめだから、こんな感じだけども。あー、ミスターやばい。一度逃げろ。一度逃げよう。敵がめちゃくちゃ多い場所ってなると、多分、結構いいわ。よっしゃ、ガードいけ。ガードがね、めちゃくちゃ強い。お前が仲間になってくれると、とても助かる。いけ。いいね。いい感じだよ。ちょい。よし。あいつ撃っといな、やっぱり。このエンチャンターは本当に撃っとい。よし。愛のメダル、これ当たりだな。すげえ合う。めちゃくちゃ合ってる。はいはいはい。まあ、強制戦闘を終えて、ボスまで行っちゃいましょう。今、凶暴化入ってるでしょ。凶暴化入ると止まらないよ、俺。お、なんか、ああ、そうか。攻撃速度が落ちると、ちょっとよろしくない。霊気持ってるやつ、うっといな。よし。いいよ、いいよ。いきます。うわ！これ、大電もいるっしょ？いけ。俺のしもべを、倒してくれ。よーし！ナイスすぎるー。よーし、最後まで来たー。あと一回、あの、二回死んだら終わりかな。どうしよう。愛のメダル、雑魚が出てくるなら最初。あいつらが意外ときついんだ。
まあ、愛のメダルはいいとしよう。あ、もうここはさ、ビーム対策していって、これでいいでしょ？はい。とりあえず雑魚対策で、愛のメダル入れて、で、残りはビームで対策しとこうか。まあ、ベストだと思います、これが。おそらくね。うん。これベストでしょ。はい、雑魚そろそろ出してくるかい？いやーもう十分にあるし。大丈夫ね。あ、なんだ。この雑魚敵も、矢を使ってくるやつだから、全然大丈夫なんだ。イェイ。なんかずるいな。なんかちょっとずるかったな。しょうがないね。オッケーオッケー。引きませんぜ。いやーでも最初からね、こういうやり方知ってればいいけど、やっぱ最初は結構苦戦したもんな。うん、無理ゲーだった。あ、わわわわわわ、マジか、マジでか。どうしよう。まあ、雷入れとくか。もう矢だけで倒していく感じにしましょうか。これと、あとは、そうね。二つ入れとこうか。なんか危ない気もするけど。これでいい。うん。これでいきます。雷の矢で。追加ダメージも狙いつつね、倒します。 OK、 いいね、倒しました。まあ道中ちょっと弓矢ばっかり使ってたところもあるけど、でもこれ実際のところトゥルースシーカーの金色強い、これはいいね。まあこのね、凶暴化が微妙かもしれないけども、入った時は、もうほんと手に負えないぐらいの強さになるんで、まあいいでしょう。うん、とりあえずこれ、トゥルースシーカーは保留ということで、持っておきます。では、またね、他の武器も集めていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。